おはようございます。諸橋愛菜です。出身地は長野です。ベストスコアは67です。得意のクラブ、得意のクラブは、9番アイアンです。9番アイアンは何ヤードですか？130ヤードです。130ヤード、はい、はい。今日は自分の課題があるので、それをしっかり、スイングなんですけど、はい、まだあんまり完成してないんですけど、その辺もしっかり、確認しながらやっていきたいと思います。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。浅見優香です。出身地は東京都です。ベストスコアは66です。得意なクラブはドライバーです。はい、このコース初めて回るんですけど、まあ、いいスコアで回れるんかもしれます。やったらバンカー多いんで気をつけてください。はい、言えないように頑張ります。はい、平塚アムです。出身地は宮城県です。得意なクラブはアイアン全般です。この試合に出させていただくのは2回目なんですけど、優勝できるように頑張ります。前回惜しかったよね、最後の3パットだったっけ。でもあれ入ってても多分勝ってないです。そうなの。はい、まあ頑張ってください。頑張ります。はい、西山さやかです。東京都出身です。ベストスコアは65で、得意なクラブはパターです。今年最後の試合なので、順位目指して頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。はい、今年最後のリンゴルフトーナメントです。よっしゃー、西山さやか選手のドライバー、フェアウェイ左でした。平塚アム選手、2回目の参加です。右からドローがかかってフェアウェイにナイスショットです。諸橋愛菜選手、右からラフにかけてのショットです。問題はなし。浅見優香選手です。ちょっとフォームが乱れましたが、フェアウェイ左、ちょっと飛んでませんが、フェアウェイキープです。はい、どうぞ。はい、広島県出身、高山香織です。ポイントランキング1番、頑張ってください。はい、優勝目指して頑張ります。はい、それで、ベストスコアは66です。得意なクラブはドライバーです。はい、アメリカに来てください。はい、お願いします。はい、2回連続優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、神奈川県出身、キャニナユリコと申します。ベストスコアは63です。今日はボギーを少なく頑張っていきたいと思います。アメリカ来てください。行きます。東京都出身、関の海です。ベストスコアは66です。寒さに負けず頑張ります。よろしくお願いします。はい、千葉県出身、加藤優香です。ベストスコアは67で、好きなクラブはサンドウェッジです。今日はアンダー出せるように頑張ります。頑張ってください。はい、優勝したらアメリカ行ける可能性あるよ。本当ですか？頑張ってください。頑張ります。はい、高山選手、今ポイントランキングナンバーワンです。フェアウェイ左にナイスショットです。谷田優香選手は前回前々回2連勝中です。ポイントランキング第3位。右からドローがかかってフェアウェイ右にナイスショットです。関野亜美選手、今日優勝すればアメリカに行ける可能性ありです。関野選手、フェアウェイド真ん中ナイスショットです。加藤優香選手、加藤優香選手もポイントあるので、今日優勝すればアメリカに行ける可能性ありです。ドローがかかってフェアウェイ真ん中にナイスショットです。1番ホール第2打、残り141ヤードです。ちょっとダフり気味でした。ショートになってしまいました。谷田選手、1番ホール第2打目、
残り約130ちょっとです。綺麗にドローかかってピンにまっすぐ、ナイスオン。関野選手は残り130ヤード弱です。ピンにまっすぐ右、あ、ショートですね。ちょっと当たりが薄かったような感じがしました。さあ高山選手第2打、残り120ヤード。ピンに向かってナイスオンです。ナイスオン。さあ加藤優香選手第3打目、寄せ切れるか、約15ヤード。落としどころが難しいフックラインです。いや、ここから寄せるのはかなり下りになっているので、もう少しボールをフリップして上げないと止まらない感じです。関野亜美選手も同じようなアプローチショットになりますが、ボールを上げて優しく止めたいところです。軽くふわっと上がりました。でも止まりきらない。でもナイスショットでした。谷田結花選手バーディーパットです。残りで打ってきました。スライスラインを読み切れませんでした。加藤結花選手パーパットです。惜しい、惜しくもボギースタートになってしまいました。高山香織選手バーディーパットです。スライスライン読み切れるか。ちょっと読み切れませんでした。曲がり幅が思ったより大きかったようです。これもスライスラインになると思います。かなりスライス、スライスの曲がり具合の読みが難しいようです。ナイスパー。高山選手2番ホールティーショットです。選手スプーンでのティーショットは右からドローがかかり、フェアウェイ真ん中です。関根選手ドローかかりきらず右ラフです。左ドッグですので右側に飛んでしまうと残り距離が長くなってしまいます。加藤優香選手B カードローがかかり、フェアウェイ左にナイスショットです。加藤選手第2打、高山選手第2打、165ヤードです。うまく打ちました。ナイスショット。トラブルショットでしたが、フェアウェイ真ん中にしました。谷田選手第2打です。約150ヤード。ドローがかかり、右左に向かってナイスオンです。ナイスオン。関野亜美選手第3打、
さ、加藤優香選手の第3打目アプローチです。フックラインです。約20ヤードのフックライン、打ち切れてない。思ったよりフックします。高山選手、木の下からの低い難しいショットでしたが、ナイスオンでした。上りのスライスラインです。約10メートル、打ち切ることができるか。ちょっと弱そうな感じです。ちょっと打ち切れませんでした。ほぼ同じラインです。高山選手のパットはかなり参考になったと思います。上り打ち切れるか。スライスラインを読み切れませんでした。ナイスタッチでした。でも関の亜美選手はフックライン下り、惜しい、パーセーブならず。加藤優香選手がパーパットです。上りのフックラインです。ナイスセーブ。ナイスパー。ナイスパー。3番ホール、若干上り。今日のピンポジは167ヤードです。ちょっと右に吹けています。距離も出ていない。バンカーは越えました。ピンの左にナイスオンです。ちょっとショート気味でした。上りを読み切れていないのか。こういった振り気味のグリーン左のからラフにこぼれてしまいました。加藤選手、約20ヤードのバンカーショットです。下りになってますので優しく上げて出したい感じです。うまく出しました。ちょっとオーバーしてしまいましたが、うまく出しました。高山選手、約15ヤードのアプローチショット、バンカーギリギリ越えました。関野選手、10ヤードのアプローチショット、選手唯一このグループでは1オンのバーディーパットとなります。惜しい。ナイスパナイスセーブ。高山選手は思ったより転がってしまいました。ポイントランキング1位をキープするためにはぜひとも入れたいパットです。読
見切れませんでした。思ったよりもスライスしてしまいました。痛いボディです。ナイスパー。